さて、昨今話題が尽きない布マスクですが、我が家には届いておりません。なんでも一世帯に2枚っちゅう話で、行さん家族がおるご家庭なんかはまあ困ったもんですな。おや、こちらのご家庭にはマスクが届いたみたいです。姉さん、姉さん、マスク届かはったで。ほんま、見せて。えらいちっちゃいマスクやな。幸子姉さん、2枚しか入ってへんで。なんや、うちらいけずされたんか。幸子姉さん、マスクつけたら外出てええか。あかんえ。あんたはうちでおとなしくしとき。なんや、マスクつけてもあかへんの。あんたら騒がしいな。鶴子姉さん、お帰りなはい。お店開けてても人来おへんし、閉めてきたわ。お姉さん、お店始めたばかりやのに大変や。おかみの給付金もらえへんの？去年の売り上げないともらえへんみたいやしな。うちのお店、あかんかもな。鶴子姉さん、マスク届かはったで。たえちゃんは、ちっちゃいマスク、えらい気に入ってはるんやな。でもな、2枚しかあらへん。うち3枚あらへんとあかんのに。あんた、うちら姉妹やから4枚必要やて。幸子姉さん上手に言わはるわ。あんた、そないちっちゃいマスクで得意げに言うても鼻にかからん。お姉さんこそ上手やわ。幸子姉さん、ウイルスいつになったら消えはんの？お医者はんもわからへんもん。うちわからへんわ。とにかく医療崩壊したら大変や。幸子姉さん、医療崩壊って何です？お医者はんも看護師はんもおらへんなる。怖い怖いことや。幸子姉さん、そんなんうち怖いわ。たえちゃん、みんな怖いけど我慢せな。あれ、お姉さん、たえちゃん医療崩壊怖くて寝てもたわ。今はどっちも起こさへんのが一番や。お姉さん、それにしてもほんま、いつになったら落ち着くやろか。お店は開けれへんし、かんこどりすらなかへんで。うちのお店は仕方あらへんけど、今はナイチンゲールはん泣かさんようにしなあきまへん。今回のお話はいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、高評価の方、何卒お願い申し上げます。